こんにちは、空波です。はい、今日はですね、何度目だと、お前この映像何度目だと思う方もいらっしゃるかもしれませんけど、すいません、新しいヘルメットを導入しましたので、まあ、そのヘルメットのね、軽いご紹介をさせていただこうかなというふうに思います。まあ今回はですね、フリップアップを、用意しました。で、フリップアップに関してはですね、以前、HJC の、CLMAX2 を使ってたんですけども、まあ、このヘルメット非常に便利だったんですけど、もう経年劣化が来てね、ダースソラの目に破壊されたんですね、あの河原でね見ていただいた方いるかもしれないですけど、はい、そのヘルメット最後にね、フリップアップのシステムヘルメットは使用してこなかったんですけども、最近ですね、やっぱり一番空波的に使ってて衝撃を覚えたヘルメットというのがやっぱりノーランの N44、まあ、これ非常にね今でも愛用しているヘルメットなんですけど、とにかくですね、まず空波の、ヘルメットの好みとしては基本的にジェットが好きです。ジェット、何がいいかというと、一つはね、空波ね、閉所恐怖症なんですよ。高所恐怖症もあるんですけど、あんまりね、こう閉鎖された空間好きじゃない。はい、なんでこう、ヘルメットとかかぶった時でもこう視界が、広くてバッと開けてるヘルメットはね、好きなんですね。はい、でですね、こちらの、ヘルメットが今よく使ってる、ノーランの N44 というヘルメットなんですけど、見てください、この非常にね、視界が広いですね。はい、で、当然ですね、夏場とかにはこのチンガードを空波外して使ってます。はい、これを外すと、こうジェットになるわけです。はい、で、インナーシールドが下がります。で、夏場はですね、この状態で、走っていることが多いですね。はい、要するにジェットヘルメットです。はい、ただやっぱ冬場は、これシールドを下げている状態でもやっぱり、ここから風とか、入ってくるし、やっぱりどうしてもね、寒いというのと、あと高速道路を走行したりするときにはやっぱりちょっとチンバー欲しいなと、こういうものですからね、当然フルフェイスに、比べると強度的には、弱いと思います。ただないよりかはいいだろうと思うところなんですね。はい、で、これをつければ、チンバーの、ようになるので、ある程度ないよりかはいいのかなと、なんていうかな、すべての空波の、要望を叶えてくれるようなヘルメットで、よく言うと、なんていうのかな、どんな状況にも対応できるヘルメット、悪く言うと中途半端かもしれません。はい、で、このヘルメットは非常に使いやすくですね、衝撃を受けました。で、シールドもですね、ピンロックシールドになっているので、全く曇ることしませんし、とにかくですね、使い勝手が良かったです。はい、で、このヘルメットに、衝撃を受けてですね、その次に導入したのもやはり同じくですね、こういう形が変わるというようなヘルメットを、導入したんですね。はい、それが、この、ダース空波でよく使ってます、スコーピオンの、カバートラートニック、ファントムというヘルメットですね。はい、で、これもですね、これと同じなんですよ、結局は、この部分が外れます。はい、こんな感じになりますね。で、夏場は、でしかもね、これここも外れます。ちょっとめんどくさいんで外しませんけども、ここも外れる、この黒い部分も外れるんです。で、これ最終半キャップです。はい、防御能力は半キャップと考えた方がいいと思います。この黒い部分を、つけてると一応ジェット型で、これを取ると、半キャップ、はい、で、一応この部分をつけると、フルフェイスもどき、みたいな感じに、なるんですね。はい、ただこの、カバートラートニックファントムのこの、なんですかね、チンガードの部分に関してはこれあまり硬さがないんです。硬さがないんで、こちらのノーランの N44 ほど防御力はないというふうな認識をちゃんと持っていた方がいいと思います。はい、ただやっぱりね、非常にこれも便利です。はい、で、ダースでよく使ってます。
そしてですね、今回、いろいろ迷いました、はい、他にも候補がね、2つあトータル3つあって、でそのうちのどれになるか最終的にね、絞り込むのが結構大変だったんですけど、今回やっぱり選びましたのはシステムヘルメットなんですけど、結局ねさっきご紹介した、スコーピオンのカバートラートニックファントム、うん、あれと同じ会社のスコーピオンにしました。はい、モデルはですね、EXO-AT950、ネオコンというモデルです。はい、もうねごめんなさい、ちょっとこれ開封動画っぽく見せてますけど、もう本当はもう開けちゃって、あのステッカーとかも貼ってあるので開封動画ではありません。はい、じゃあ、開けてみます。はい、こんなヘルメットになります。はい、どうでしょう、こうあのね、前々からアドベンチャーが欲しかったんですよ。1個アドベンチャーヘルメット、まあオフの、まあ、トリッカーとかね、でかぶってもまあおかしくはないし、かといって、なんていうのかな、ハーレーとかね、うん、まあエストレアとかで乗ってもまあ使えるというヘルメットが1個欲しいなと思ってました。はい、でこれはのフリップアップです。はい、こんな感じになりますね。はい、でもあのマイクセッティングしてあるんで、いつでも元ブログとして元ブログできるようにはなってます。はい、あのちなみにね、ステッカー貼っちゃってあるんです。もう、早山さんのステッカー貼ってます。早山さん貼らせていただきました。はい、あとあの空波の、シールドステッカーも貼ってありますけれども、はい、で、まあどうしても外せない部分としてはね、インナーバイザー、が、ついてます。はいはい、ですので、まあ、これも、うん、多少やっぱりねシステムなんで、上げて走ることは基本的にはシステムはやらない方がいいんですが、まあ、できないことはないですよね。まあ、ただやっぱり重量がねどうしてもシステムの場合は、重くなってしまうので、まあ、そこのところはやっぱりねちょっと、うん、注意が必要ですが、やっぱり、うん、かなりこれ見ていただいて分かると思うんですけど、このヘルメット視野が広いと思います。はい、これあの空波がなんていうのかな、こう大事にしている部分ですね。はい、視野の確保ができます。それからどうしてもねこのバイザーの部分が気になるようでしたら、まあ、これはねこのネジを外してもらうと、簡単に取れます。はい、ごめんなさい、ごめんなさい、500円玉か何か持ってきてなかったんで、あのこの辺に外したあの時の写真を、載せておきます。すいません。はい、で空気の取り入れはですね、この部分ですね、はい、ここと、あとここ、口のところ、ここがオープンクローズが、できるようになってます。はい、まあまあシステムヘルメットなんで、まあ最悪開けちゃえばいい、ここも開きますんで、そんなにそれほど、なんていうんですかね、ベンチレーションに関しては心配は、していないです。はい、で規格としては、ドット認証を取っているものですね。はい、で、これ今夏場ですので、まあ、インナーシールドと、まあ、ノーマルのここあのなんですかね、シールドはノーマルを選択しました。まあ、インナーシールドがスモークなんで、ダブルスモークだとねちょっと暗いかなと思ったので、クリアを選択しておりますけれども、標準はですねピンロックではありません。はい、で今夏場ですので必要ないのでノーマルのこのままで使用しようと思いますけれども、まあ、冬場になるとねやっぱりどうしても曇ると思うので、このね、オプションの、ピンロックシールド、はい、これを、用意してあります。じゃあ、せっかくなんで、ちょっとかぶってみたいと思います。はい、こんな感じになります。はい、で、この、フリップアップを閉めてみます。はい、閉めるとこんな感じになります。どうでしょうか。まあ、デザイン的にはすごく空波好みで悪くないなというふうに思ってます。はい、やっぱりねちょっとシステムなんで結構ずっしりはきますね。うん、ですので、長距離等を、まあ、ある程度、これ開けて走っちゃうと重たいかもわかんないですね。うん、ちゃんと長距離走るときはねきちっと閉めて走った方がいいかなというふうに思います。はい、
まあ、あとはね、実際に、使ってみてね、まあ、風切り音とか、雑音が入るかとかね、まあ、その辺、まあ、暑さもね、含めて、また実際にね、一度、レビューをしてみたいなと思います。